女優の杉咲花が31日放送の年末恒例の日本テレビ系ダウンタウンのガキの使いあらへんで大晦日年越しスペシャル絶対に笑ってはいけないトレジャーハンター24時午6時30分新0時30分に出演。熱のこもった演技でガキ氏メンバーの笑いを誘ったロバートの秋山隆二と共に尼崎歌劇団の面接の練習をしているという設定で登場した杉咲。自由演技ではアカデミー賞で受賞したハリウッド女優ができると意を決して前に進むと時折日本語を交えながら英語でスピーチを行うユリアンレトリーバーの受賞式ネタを完全に再現した。杉咲の攻撃の矛先はガキ氏メンバーたちに向き、田中の私服めっちゃダサい、法政落語のこといじっても薬ともしへん、遠藤ビットコインに手出して数百万損したアホのくせに、浜田最近服の袖にご飯粒ついてる、松本空気乾燥しているとめっちゃ機嫌悪いなど次々とチクり。演技に入るときには瞬時に顔つきが変わるためスイッチの入れ方がすごいとガキ氏メンバーたちも舌を巻いていた。5人は新人トレジャーハンターとして平保財団法人お豆考古学研究所で様々な研修を行う。どんなことが起きても笑うのは厳禁で数々のトラップに対して笑ってしまうとお仕置きを執行。考古学研究所という設定で起こりうる訓練やイベントはもちろん、移動中のバスの中で仕掛けられたネタなど、今年も濃厚な内容に仕上がった。